スコピエ空港、旧称ペトロベツ空港は、マケドニア共和国で最大の国際空港。マケドニア共和国の首都スコピエの国際空港であり、マット、マケドニア航空の本拠地である。2006年12月、マケドニア共和国政府によって、スコピエアレクサンダル大王空港への故障変更が発表され、ギリシャとの間で外交問題に発展した。ギリシャは、 アレクサンドロス大王を自国の歴史とみなしている。新しい故障はギリシャのマケドニア地方、カバラにあるカバラ、アレクサンドロス大王国際空港との混同を生み出すとの議論を読んだ。しかしマケドニア側はギリシャとの関係改善に意欲を示し、2018年1月24日にはゾランザイフ首相が空港名をスコピエ空港にするとの方針を表明。 同年2月24日には、名称の看板を外す作業が行われた。スコピエ空港は、マケドニア共和国の国家的な空への玄関口であり、旅客数を65万人から150万人へと3倍に、増加させるための開発計画が進行中である。スコピエ空港は、それまでの設備の改装を進めており、より進んだ電気システム。 X 線装置、セルフサービスのチェックイン装置、ターミナル内の管理区域の建造などが行われている。マケドニア共和国の空港サービス事業公社は、改装されたターミナルが2008年に開業予定で、あるとしている。この計画では、この空港とともに、マケドニア第二の空港であるオフリドの空港において、飲食の外注化と免税活動が盛り込まれている。 マケドニアは2つの民用空港の現代化と設備拡張のために両空港のミニエ化を計画している。出資を募るためマケドニア国内外で広告が出される予定である。マケドニア政府は20年間の空港使用権を提供し、引き受け会社は空港設備の現代化と滑走路の拡張をすると期待されている。マケドニア交通省はこれは 旅客のターミナル利用を劇的に増加させる可能性があるとしている。それに加えて、引き受け会社は、新たに貨物向けに、シュティップ周辺に計画されている、マケドニア第3の空港の建設にも携わることになるとしている。X、U Aviation Tab Airports P86 HTTP e x ゾ Aviation Blogspot で2 0 1 4例2 XU アポートレースマイナス2 0 1 3 HTML 2014年1月11日閲覧イドベーシックエアラインネットワークニュースアナリシスハットネームアズユーズドアットザオフィシャルサイトハットスコーピーズエスエアポートツービーネームドアレクサンドルザグレート キャットマリニー、http コロンスラッシュスラッシュ www.ekatimerini.com h スラッシュ 4dcgi スラッシュ warticlespolitics10 万6、29、12、20067 83222006年12月26日閲覧。マクファクツハット、カボラ、インターナショナルエアポートメガスアレクサンドロス。 オワインイングリッシュ、アレクサンドルザ・グレート。オフィシャルサイト、マケドニア、首都の空港名を変更へギリシャとの、国名論争決着に意欲。アフップブニュース、フランス通信社。http://www.afpbb.com/.articles/.31599122018 年2月26日閲覧。 アレクサンダー大王空港、看板外す隣国ギリシャに配慮。朝日新聞。https、w w w a s a h i c o m articles、asl2t5h2dl2b01、khtml2018 年2月26日、閲覧。balkaninsyght.com、com. マケドンシークツ2モダナイズエアポーツ。ありがとうございます。